皆さんこんにちは、マイクと夏美です。今日は天竜浜名湖鉄道という鉄道に乗ってですね、マリメッコの喫茶店の方に行ってきたいと思います。朝からですね、新所原という駅ですね、出発して掛川まで2時間の道のりで、その途中で日曜月曜休み喫茶店に寄るという、そういうことを していきたいと思います。向こうなんかあったっけ、なんか、ね、以前下見に来た時には喫茶店があったので、モーニングサービスでモーニングでも10時半から食べながらで電車の始発を待とうという、そういう計画をしてたんですけども、喫茶店 がまあ定休日だったということで、もうその時点で朝食難民になってしまいました。で売店の方もですね、まだやってなかったですね。今日は1日フリー切符で行ったり来たりしながら、マリメッコのですね、車両に乗ったり、それから途中下車してご飯食べたり、鉄道 の回転台っていうのがあるんですけど、それの見学もしてきたいし、で、本命 のマリメッコ町の喫茶店にも入っていきたいと思います。1人1700円で、乗り放題ですね。朝始発が8時台なんですけども、夜は11時ぐらいまでの電車が あるみたいです。さあマリメッコの、ですね、マリメッコの車両を待っています。来ましたね、電車が。で今この車両はですね、マリメッコ町の車両なんですけども、そうじゃない普通の車両がまだあと3つほどあるそうです。そのマリメッコ町の車両を乗るために今そのダイヤを待ってたということです。で実はですね、この動画を撮ってる時に、ライブをですね、ストリーミングライブをかけたんですけども、やっぱり移動帯なもんですから、モバイル回線なもんですから、多少電波状況が悪かったりして、途中で途切れちゃったりして、うまくライブができませんでした。一応ライブで撮った ところの映像がですね、私のチャンネルの中に入ってますので、もしよかったらそれを見ていただければと思います。でこの映像はですね、それをまた再編集した形の動画に仕上げてあります。アクションカメラとか、それからスマートフォンですね、その2つのカメラをですね使って撮影してきました。天気は曇りでしたね。この日の前日が相当な晴天だったので、それに比べれば今回は曇り空でですね、過ごしやすい気候ではあったと思います。もう車両の隅ですね、ギリギリのところをカメラで捉えてますので、かなり迫力があると思います。これトンネルに入ってきますとね、トンネルの独特のなんていうんですか、水道管の匂いですかね、サビの匂いみたいなのを嗅ぐことができて、ちょっと貴重な体験をしました。皆さん手振ってくれるんですよね。
まあ、こういうあの車両自体があの珍しいものですから、こういう観光目的で来られている、ね、お客さんもかなりいますので、まあ、平日のですね、あの朝方と夕方は やはりあの通勤通学の方もたくさんいらっしゃいますので、そう日常の足としてもあの使われている鉄道になります。これ実はですね、あのディーゼル機関車なんですよね。あの電気がありません、あのパンタグラフありませんので、ディーゼルエンジン、あとディーゼルエンジンで軽油が燃料だということですね。もちろんあのワンマン車両ですね。今これあのライブ中なんで PC カメラとしてあのライブ中なんですけども、パソコンとですね、あのアクションカメラをつないでライブをやってます。あの山の中入るとですね、どうしてもモバイル回線が圏外になったり接続が不安定になったりしますので、うまくいかなかったんですけど、そこそこね風吹いてましたんでね、かなりまあ涼しい感じがしました。ここをですねちょっと喫茶店に入るんですけども、とりあえずあのこのマリメッコの 車両を満喫したいと思いましたので、このままあの終点のですね掛川まであの乗っていきたいと思います。で折り返しの折り返しの車両でですね、あのそこの宮古田の今の喫茶店に途中下車をしてから入っていきます。車両のですね、あのギリギリのところで草木が生えてますので、もうちょっと怖い感じがしますよね。これ今の手打ちそばの駅ですね。実演もしてるみたいですね。で帰りに通った時にはあのもうすでにやってなかったので、あの貴重なあの映像になると思います。この、 あの浜名湖、天竜浜名湖鉄道というのは、まあ、通称ですね、天浜って呼ばれてるみたいなんですけども、この天浜なんですけども、あの第三セクターだったそうです。あの戦時中はですね、 国鉄ですね、で 国鉄なとして運営されてたものですから、あのよかったんですけども、国鉄が民営化するときにJR になりましたね。この時に JR として生き残れなくなってしまったんですね。で第三セクターとしてまあまあ半分敏感のような形で、ね、運営を続けているということだそうです。中のですね、匂いがですね、独特ですね。サビの匂いみたいなですね、レトロな感じがたまらないと思いますので、ファンの方ね、もしあのちょっと窓を開けるの危険なんですけども、あの匂い嗅がれたらあのいいと思います。一駅一駅ですね、何かあの結構工夫を凝らしたようなあの駅になってましてですね、あのこれから出てくるんですけども、人形みたいなのをあの中入れたり、花壇みたいので、その花壇作ってこう
車窓からの、ね、景色が見栄えが良くなるようなそんな工夫されてると、そんな駅がたくさんあります。この辺りはですね、やっぱり車がないと不便な地域だと思いますので、足のない方はですね、この鉄道が、まあ、唯一の手段ということで、バスも通ってると思いますけども、やはり時間がかかったり料金が高かったりして、この鉄道、ね、がなくなるとちょっと困る方が多く出てくるんじゃないかなっていう、そんな感じはしますね。駅前にしっかりとですね、大きな役場ですとか、それから病院で、まあ、ある駅ではちょっと郊外型の 大型店ですね、電気屋であったりホームセンターであったりショッピングモールであったり、立地条件のいいところに駅が あったりしますね。汽車もレトロな感じですよね。もうこう雨風がしのげるところがちゃんとあるっていうのはなかなかいいことだと思いますね。無人駅とかになりますよね、どうしても駅舎とかありませんので、天気の悪い時とか、あとは 暑かったり寒かったりする、そういう季節にはですね、不自由するかもしれないですけども、しっかりとですね、ここの鉄道は駅舎みたいなのがちゃんと整備されているので、撮影してきますので、よくご覧になっていただければと思います。あ、走ってますね。どこから走ってくる、来られたんですかね。相当距離ありますよね。近くに民家らしきものがありませんので、桜木駅ですけど、ね、ちょっと面白い。人形みたいなの、これ。人形が。これはチコちゃんだそうです。じゃあねって書いてある。チコちゃん。チコちゃんか。桜が丘。
なったと思うんですけども、車両が全て綺麗でしたね。ラッピングを再ラッピングしたんですかね。綺麗でしたね、外観が。普通あの第三セクターの、車両って言いますと、やっぱりどっかの車 の, あのどっかの鉄道会社の払い下げとか、だから大昔から何十年も前から直し直しで使ってるとかって、そういう古い車両のイメージありますけども、外観はですね、綺麗な車両ばかりでしたので、新しく市役所建て直すのかね。さあここで掛川の駅ですかね、終点ですかね。線路がありませんから終点ですね。マリメッコで有名な車両ですので、そのインスタ映えするというその写真を、ね、撮る方が多くいらっしゃいました。で先ほど朝ですね、新城原から掛川まで約2時間なんですけども、もう2時間ということになると、もうそうですね、浜松から2時間以内で東京着いちゃいますので、かなりスピードが遅いローカル列車ということで、ワンマンですからダイヤがちょっと乱れたら、それを修正するたびにコンピューター制御とかはないみたいなので、ちょっと速くなったり遅くなったり調節しながら、うまいことダイヤに合わせてるんです。そんなあれですかね。さあここが二俣駅ですかね。ここで一旦ちょっとお昼を食べようということで、朝からねほとんど何も食べてないので、でここの駅はですね、回転台がありますので、それも見学、有料ですけども見学してきましたけど、その模様もですね、これから流れますので、実際に使ってたという C 型のですね、機関車になりますね。 C は人を乗せるための車両で、 D は貨物として物を乗せる車両ということで、その駆動方式ですね、駆動系のですね、性能がその人向きなのか荷物向きなのかって、そういう感じで型が決められてるみたいですね。下3桁はですね、製造番号ということですだそうです。ちなみに銀河鉄道39は C 型です。人を乗せるための、まあ当然ですけどね、長距離に向いてるということで、車両の後ろ側にですね、ものすごくたくさん石炭が山盛りに入るような構造になってます。こういうのが長距離に特化した SL ということで、豆知識としてちょっと取っておいてください。これもすごい懐かしいわらび餅ですね。カラン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 と鈴を鳴らしですね、いつもこの時間帯になると見えてるみたいですね。夏はわらび餅で、冬はたい焼きを売られてるそうですね。でやっぱり自家製なので
オリジナルってことですね。天気もいいんだけど、あの風もね、秋は風あまりにも強そうだなっていうか、サービスなのか普通なのかわからないですけど、もう山盛りでですね、山盛りでいただいてきました。いや食べます。すごく冷たかったですよ。すぐ食べてくださいってに言われたんですけども、そのわけが一口で分かりましたね。ものすごく冷たくて美味しいです、ね。だからまあ、普段はねスーパーで売られてるものしかあまり食べれなかった、食べれないんですね。買いに来るんだね。今日から、うん、で今日から我々バラ口を売り出したってことで、もし昨日来てたらこの割り餅は食べれなかったですね。スーパーでよりも安いしね、うん、そう安いよね。柔らかいし手作りだもんね。これで1パックで、これは200円のあれですね。パックの大きさで100円だったり200円だったり400円だったり300円かだったりしますね。でこれで見学ツアーの始まりで、ガイドのお姉さんが今喋っていただいてますけども、すごい分かりやすいガイドで、一気になんか頭に入ってきますので、あそこを切り替えてもらったので、すごくためになりました。実は車両基地に帰るために2回ポイント切り替えてもらわないと帰れません。行きましょう。これが有名な回転台です。電気が通ってないもんですから、ディーゼル駆動で動かしてるみたいです。昔は、大昔は人力で愛知県の明治村ですかね、明治村にあるような SL をこうひっくり返すような、そういう構造になってたということで、で改良されてディーゼルエンジンの滑車でですね、無理やり回転させるという、そういうことらしいです。で回転する車両もですね、もう古いものですから部品とかもほとんど調達できないので、そのスペアをですね、遠く離れた県からですね、譲っていただいたそうで、壊れた時にはその部品を使うか、それを直して使うかということで、この回転台を維持していくそうです。パンタグラフはありませんので、これ電車じゃありませんね。ディーゼル機関車ですね。なので軽油を入れてるそうです。乗っててですね、そんなにこう回転台はテレビとかではね、結構特集でやったりするんですけどね、間近でこう見る機会っていうのはあんまりないので、もしよかったら皆さんもね、出かけてって見て計画されるといいと思います。資料館がね、中にありますので、それも見学してまいりました。
貴重なあの看板、ね、あの看板ですとか、あと当時使ってたものとかですね。今デジタルになってたりしますが、方向幕でした。取ってやるそうですね。ちょっともう古いのでうまく回らないかもしれませんので、完全なアナログですよね。止めておいてください。はい、ありがとうございます。その辺でいいですよ。3日から看板あるためで、はい、じゃあ中で一回りご覧になってきてください。ちょっとなかったね。あ、出てきましたよ、3日目。その辺で止めといてもらってもいいかな。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ中ご覧になってください。変わったものでご紹介すると、天浜線単線です。両方から入ったら正面衝突してしまいます。ということで、昔は11の区間に分けて使っていたのがこの通標。そこに、壁際に輪っか、あれをキャリアと言います。その下の方に革の袋があって、その革の袋の中に下の丸いもの、これが通標になりますね。ですから順番こで一区間に両方から列車が入り込まないように、駅員さんは通ってもいい列車にこのキャリアを渡して、それを持ってる列車だけが進むというふうにして、11区間をそれぞれ安全に上り下り順番こにしながら安全に進んでいました。どうぞご覧になってください。今電話線で伏線の行き手ができるとか、千葉田とかね、三日日とか金指とか二俣とかも練習盛りも、店内ですね。コーヒーとお菓子、あの飲み物とお菓子のセットですね。500円ぐらいだったと思いますけども、こんな感じだった感じですね。注文しました。まあ、せっかくなのでね、ちょっと正面をちょっと書いて記念にですね。口コミとかで、あのインスタとかですね、口コミとかで、あのこう集まって来られた方がほとんどだと思いますけども、外国人のお客さんもね、あの見えましたけど、なかなかね、おしゃれな喫茶店でしたね。
が駅を出たところのカットですね。で、あの掛けが二俣からですね、また電車を乗ってですね、こちらの宮古田で降りたんですけども、まあ、また引き返さなければいけませんので、その車両になります。フリーキップですとね、こういった使い方ができてですね、便利ですね。一回一回生産してるとね、割高になりますので。この時間帯は通勤通学の方たちがたくさん乗られてましたので、でここが冬の風物詩でよく知られるゆりかもめが集まる駅ですね。この動画もですね、上げさせていただいてますので、よかったら見てください。私のですね、頭の上に乗ってゆりかもめがですね乗っています。なかなか貴重な体験をしました。ここの駅だけみたいですね。で終点の新宿までですね。これで帰途に着くということで、この動画もここで終わりになります。ではこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。Yeah.